1回戦 F グループは7フレまで終え、フィフスを決めた縄が依然トップ。それをおよそ30ピン差で三浦、さらに小林が追う展開で、ゲームは終盤第8フレーム。どうだどうだ、よっしゃ取れる取れる、もう少しでしたね。来ないかという一瞬天空を仰いだ小林芳美。三浦美里、右側のレーンです。どうだ、すくいきましたね。どうだ、よし、すめいきた、薄めに行きましたね、どうしよう、気持ち薄めに行きましたね。ちょっと3番ピン寄りに行って9番ピンも絶対倒すぞという、はい、しかも10ピンタップしないようにですから、すごいですね。よしみ、7番ピンをマークします。ナワアキ、5つのストライクから6つ目持ってくれるか、ちょっと厚すぎるぞ。ですよね、ストライクを5つ続けてきたんですが、この第8フレームではビッグ4を残したナワアキ、数ミリでもラインが狂ってヘッドピンにストレートに当たると、これが結果として現実突きつけられます。テイク通過、ここで大きなため息をついて戻ってくる名和秋ですが、第8フレーム終了時点で182、3位の小林芳美との差で23ピンですから、23ピンの中に今3人がひしめき合ってるってことですね。三浦はもう1個くれば追いつく、逆転ってこともありえます。小林にもチャンスはあるぞ。ここはストライクが欲しかったな。9本、さあ三浦がこれからセットアップに入りますが、ちょっと今自分で意識してますね。やっぱり1位が狙えるところまで来ましたので、緊張しないで投げ切れるかどうか、すごく楽しみな大事な場面になりました。どうだ、ほいこい、どうだ、ストリーク、ほいこい、どうだ、ストリーク、お、気持ちこもってましたね。いいですよ、大事に、ね、逆転です。大事に、そして大胆に1投投げていきましたね。三浦が現在トップ、4ピン差で2位縄になりました。小林は、おっと、ここは珍しく小林芳美的には天ピンをマークできていない。この第9フレームでオープンフレームは非常に痛い。さあ縄です。確率的に、相性的に、攻略的には右側の方がストライクを持ってきやすいはずなんですが、どうでしょうか。ここまで4回全部ストライクです。どうだ、はい、よーし、ストライク、はい、正解、全部ストライクで18番では終えました。さあ最終テンフレーが左側のレーンです。ナワアキ、課題となりますね。そこをどう考えますかね、どう投げますかね、はい、楽しみですね。まずはテンフレ1投目、小林芳美です。よっしゃ、ストライク、今ストライク来た、もう早く出てれば。ここはもう意地で執念でストライクを持ってきた小林芳美、テンフレ1投目。さあ注目しましょうか、1回戦を突破できるかどうか。三浦美里、欲を出しすぎちゃダメですよ。三浦美里、テンフレ1投目、どうだどうだ、意識しましたね。まと、いつも通りは投げてないです。スペアストライクで223度回り、縄は242までありますね。この段階で岩見綾乃をキャリーしているので9本です。
三浦美里は1回戦突破、準決勝進出ということを決めています。問題は1位抜けできるかどうかのところですね、はい、簡単とも言えないですし、まあ、普通にいけば普通に取れるとも言えますし、3、6、10です。ちょっとボールが出しすぎました、やっぱり。あ、いけません。珍しい、これは211。まあでも一応ワイルドカードで岩見を上回っていますから、準決勝進出の切符は手にしましたが、小林芳美、ここはきちんと正面からマークしていきました。普通に投げれば縄は1位抜けできますね。先ほど左側のレーンではビッグ4を残している最終点フレ1投目です。縄どんな攻略を、はい、どうだ、よーしストライカー、はい、どうだ、よーしストライカー、ちゃんとアジャストしましたね、素晴らしい。縄起点フレ2投目です。9本です。ここでスペアをマークすると231フィニッシュ、縄のフィニッシュになります。ここはきちんと正面からマークします。231フィニッシュ、1回戦 F グループ縄明準決勝進出、そしてワイルドカードを持って三浦美里が準決勝にも同じように進出です。 F グループは縄が2大会連続の準決勝進出、小林芳美が次回出場停止となった。そして久保田、三浦、桜井の3人がワイルドカードを獲得した。この結果、縄はポイントを14に伸ばし首位をキープ。ここは3ポイントとしたルーキー三浦、準決勝ではどんなプレーを見せるのか。ちょっといいとこなしです。ボール変えようかなって一瞬思ったんですけど、途中まで三里プロとこう競ってる感じだったので、なんか変に変えて割れたら嫌だなと思ってって思ってから終わっちゃいました。チャンスがあったのに自分でこう手放してしまったっていうのはこんなに悔しいんですね。やっぱり怖がったんでしょうね。手が回ってしまったようなイメージで内側にどうしてもボールが行ってしまったので、そのまま行っちゃえっても思ったんですけど、ここはしっかり反省して次戦に備えたいと思います。ボールに助けられてて左右のレーンの違いがすごくてですね、ラッキーなピンアクションが何回かあったので、それがうまく続いたので、そこに助けられたかなっていう感じです。